えー、34歳統合市長長過去考え気味で障害年金をもらいながら障害者福祉施設を利用して1日4時間食べてます最近自由に使えるお金を増やしたくなり定職活動をして不動産会社に1日4時間の宅検士として内定をいただきました立証募金級や宅検証券外務員一種の 9, 9つの資格を持っていて自信があるつもりなのですが入社前から期待されているような気がしてプレッシャーを感じてしまったりほです劉紀さんならどうもエンタルマジメントをしますかえっとまず何か誤解をしてらっしゃると思うんですけど あの証券外務員一種とかであの9つも資格を持ってるんであればあなた客観的に見て優秀ですよ。あのえっと優秀な人と優秀じゃない人を見分けるのってあのできる人もいるんですけど世の中でできないい人多いんですよ例えばじゃあ世の中で東大生中央大学生どっちが優秀ですかって言ったら多分9割は東大生なんですよ。なぜならあの学術試験の成績がいいから。 じゃあ外務省証券外務意識券を持ってる人で別にじゃあ,あのその大した資格を持ってないのでなんかあのじゃあ簿記2級持ってますって人であればその証券外務意識券意種を持ってる人の方が頭いいよねってなるじゃないですか。であの世の中ってその人の頭の良し悪しっていうのを資格とか学歴とかか、学歴外形的な理由でで決める人って多いんですよ。例えば弁護士さん頭いいよねっていう人多いじゃないですか。 であれって弁護士のその小試験に受かって合格したからそれが通るぐらいだったら頭いいよね。なのでじゃあ簿記一級とかでも簿記一級受かるぐらいだったら頭いいよねっていうのでその資格試験を通るっていうのが頭いいって思う人が多分日本の7割8割だと思うんですよ。であの本当に頭がいいかどうかと勉強ができるかどうかって実は多少のズレがあるんですよ。 あの資格試験めちゃめちゃ優秀なんだけどあの,、えー、物事の判断力をはほとんんど持っっててないいいよよねっていう人もいるんですよあの架空の話なんですけどあの東アジアに1億人ぐらい人口がいる国があったとしてでそこの総理大臣だった人であのロシアの住民が虐殺されているので。 それを助けるためにロシアにが、えー、とその治安維持活動をしているのを責めるのはよくないっていうふうなのを Twitter で書いてらっしゃる、えー、元首相で元 ま <laughs> あか家庭のしですよ、元民主党で、えーと、鳩なんとかさんっていう方がいらっしゃる可能性があるらしいんですよね、家庭の話ですけどね。<laughs> でね、あのそのそ元首相の方って、東大卒で、えーとね、スタンフォードで博士号を取ってるんですよ、アメリカのあのスタンフォード大学理系で。で、あのえっ、ー、と、ね、理系の学位って、ちゃんと論文書かないと取れないんですよ。で あのアメリカの大学の理系の学部で、博士学の学位を取るって、めちゃくちゃ難しいんですよ。なので、ちゃんとその論文を作って、英語で書いて、それをその周りの教授に説明する能力があるという意味で、そのあの頭がいいかどうかでいくと、めちゃくちゃ頭いいと思うんですよ。ただ、その与えられた情報の中で、正しい情報を選んで、正しい判断ができるかどうかっていうと。 全然違うんですよもちろんあのその鳩団とかさんが正しい判断をしていてウクライナの人たちがロシア人を虐殺していてでそれを止めるためにロシアの人たちがウクライナに入ったっていうのが正しい可能性もありますよそれは僕別にほらウクライナの現状を今僕見てるわけではなくてあくまでそのネット上とかテレビの流れる情報だけで言ってるから僕が間違えていて鳩山さんが正しい可能性はもちろんありますとただねどうなのかな っていうなのでそのあの学歴とか資格試験の優秀な人と頭がいいって実は違うんですよ。でもあの世の中の人ってその学歴とか資格試験で頭が上手だしっていうの結構決めるのでなのであの資格を持ってる人はあの自信を持って頭がいいと思ってやあの表現していいんじゃないかなと思いますけど。